さて、今日はこんな手品を持ってきました。ここに白い丸があります。これにおまじないをかけます。そうするとなんと赤い丸に変わります。もう一度おまじないをかけるところで、こちら白い丸に戻ります。ひっくり返してるだけ、そういうことじゃないんですよ。もう一度よく見てください。白い丸におまじないをかけます。そうすると赤い丸になります。赤い丸にもう一度おまじないをかけると、なんとこちら青い丸に変わります。ここまで見せると後ろが気になるって方いらっしゃいますか？どうしても後ろが気になるって方いらっしゃいますか？何人かいらっしゃいますね。はい、皆さん正解です。後ろ気になってます。はい、ありがとうございます。